何それ。低い上に木があるからそうって言ってるんだ。そうです、あれでしょ、ダイモンでトーダウンしてないって何度とかって出てたけど、うんうん、あれかっこいいよね。いいね、手も浮いてないし。そう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 、そうね、かっこいいよね。トール君の赤い丸作ってくれたところにもね、そうそうそう、戻ってきてる動画もあったしね、うん、なんでトゥーダウンしないの、なんでしないかは、うん、言わないけど、しない方法はある。あるんだ。うん、だって、本当あれ、何 ?0 度じゃないけど、1度とか2度だったっけ ?0 はあったね。0あったよね。何発か。でも、余ってめちゃくちゃトゥーダウンするんでしょ、する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 。する。めっちゃくちゃするから。平井宏明のワンナップゴルフ。今から僕が言うことを、しているかしていないかの判断をまずしてください。はい。ダウンスイングで力んでませんか。はい。ダウンスイングで肩をちゃんと回転してますか。はい。左脇締めてますか。はい。左肘伸びてますか。はい。ダウンスイングで急加速してませんか。はい。右膝出てませんか、ダウンスイングで。はい。無限なんだけどさ、それが全部やってないんだったら手は浮きませんよ。トーダウンしませんよ、こうやって。あ、そうなんだ。うん。あと、トップで、ちゃんと止まれてますか、うん、肩回転が止まって、腕も同時に止まってるかどうか。これね。体だけ先に行っちゃうやつ。そう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 。止まれてないの。こうやって松山くんじゃん。そうに近い。ピタッと止まる必要はないけど、うん、同時に切り返せてなきゃダメよ。したらそのお望み通りこっから切れるわけよ。おお、そうお望み通りだ、本当だ。でお望み違いが起こってて同時に止まってグッて切り返すから、うん、ここが一瞬止まってこうやって下半身リードで来れるわけよ、うんうん、でも間違った下半身リードの人が8割なのね、うん、その下半身リードって止まってんのに腕だけ行ってこうやって切り返してる捻転差っていうか、その切り返しの差ができてる。だからただ間に合ってないだけなのよそれはもうラグ違いが起こってるそれも絶対ダメ。ダメなんだ。あ、そんなのはもうただ振り遅れるか、クラブが垂れて手が浮いて、それこそトーダウンみたいにこうやって寝る感じ、うん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 、そう。あとは、うん、トーダウンしてるんでしょ、うん、トーダウンさせないようになんでやんないかだよね。トーダウンさせないスピードで動いてって、こうやって、はいはいはい、うん、それやんないんだから。自分のスピードキープしたまま治ればいいやでやってるから治らないの。あー、できるところまで落とすの。一回そんなせこいことじゃ治んないから。はいはいはい、うん、もう絶対に浮かさない。浮かない球だから球なんてどうでもいいよ。はいはいはい、うん、浮かないように打ってるから。ここの向き、左手の甲がまっすぐ向いて、うん、ここの向きに左脇が締まって左腕が伸びても戻せるかどうかを何回やりましたかって感じ、うん、1万回やって1回本当に。そしたらできるようになるんだ。できる、あの軽いものでいいから。持たなくてもいいし、トップ、左腕だけでトップ作って左脇締めて、こうやって多少腰切って左脇締めて、ここでまっすぐ戻った時にちゃんとまっすぐこの向きで戻ってるかどうか、これ1万回やって、うん、最低だよ1万回ね。1万回、1日ね、1日、うん、
それを1年続けて。やばいじゃん、もう数えらんない、うん、何万回かなりすぎて。それぐらいやってくださいってこと。そういうこと。そうだって、もう自分でダメなものが分かってんだよ。おお、ダメなものが分かってて、ダメなんですって言ってんだよ、うん、俺はもうちょっとだから今直し方教えてくれたのね。そう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 、1万回やりなさいって。そうです、優しい。それぐらい強い気持ちでやらないと治りません、うん、あ、そもそも手が浮くって欲だけどね。あ、そうなんだ。欲しかない、塊が出ちゃってる。あ、そうなんだ、うん、要は力みよ、うんうんうん、こっからここに力んでるから浮くの。こっからここに力んでたら浮かないからね。だってここまでしなやかにこうやって戻ってくるんだから。はいはいはい。そう、ここでこうやって力むから、こうやって、だから手が浮く。それあれじゃん、力み違いが起こってんじゃん。それずばい違いばっかり、ね、力めって言ってるけど、うん、そこじゃないんだ。そこじゃない。どこなの。ここです。そこまでは力まないんだ。力まない。そこまでバックスイングだからね。ここまで。そうそうです。こっから力むから、こうやって。はあ、そうするとトーダウンしないんだ。でもボール投げるときみんなそうやって力んでんだよ絶対。あ、そうだね。そのそここで力んだら上飛ぶじゃん。本当だ、うん、本当だね。そうなんだよ、ゴルフだけなのそんなことやってんの。そうだね。そうだって、サッカーだってさ、多分こっから力む人いないと思う。いないね。ね、いないんだよね。そっか、瞬間だね、打つ。そう、いないのよ。あれ、そうだな、いないの。だけど力むなって言ってて脱力になっちゃうんだ、うん、おかしいな。多分バッターもそうじゃない、こっからこうやって力む人いないでしょ。当たんないね。当たんないでしょ、力んだら。そう、ゴルフだけなのよ。なんで、わかんない確かにそれはわかんないわ。絶対ボール上飛んじゃうと思うんだよね、こっから力んだら。そうだね、トップから力んだら。なんかもうわけわかんない感じになる、ね、そうやばいでしょ。動かないね、腕でしょ、動かないよね、うん、もうだってガチガチになるじゃん、ここから、うん、ガーンって、うん、どこでリリースしていいかもわかんない。わかんないわかんない、うん、こうしなやかに来てさ、ここでブンって振るじゃない。そうだね。でむしろこっちでしょ。そうだね。そう、バレーボールもさ、こっちにこうやって振るじゃない。振る。そう、水泳もさ、広角じゃない、うん、ここで分かんないでしょそれが気づいた人で、行動に移せた人がナイスボール打てるから。あ、だからあれか、あのピッチャーやってた人が上手いっていうのはそれなんだ。そうそうそう、感覚が分かるからね。じゃあクラブでボール投げてると思えばいいんだ。そうそう、そんな感覚よ、こうやって。あ、なるほどね、うん、その証拠に、うん、じゃあ力んでても何でもいいや、今のその振ってるスピードの半分ぐらいにしてって言った時に当たらない人いないんだが、うん、ああ、そう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 、そうだからゴルフって多分その辺がスポーツとして認められてない税金の次に多分関係してることだと思うんだよね。もう税金かかるよね。そう、本当に力む場所っていうか、うん、ちゃんと整ってから力まないといけないし、それにはさっき言ったここでビタッってちゃんと同時、うん、肩回転と腕が同時に止まってないといけないし、うん、それは浅かろうが深かろうが一緒なのよ、うんうん、そう、浅くたってパッて止まるし、深くたってパッて一緒に止まんなきゃいけない、うん、そう、深さの問題じゃないから、そういうことがちゃんとできた上で、うん、ちゃんと切り返せて加速できたらナイスボールが出る。それをちゃんとやるかどうかで手の動きが変わってくるっていう。なるほど。そしたら投弾もしない、しづらい。そうか、うん、瞬間的にアクセル踏むんだから、うんうん、それで手が浮くの。あ、ガンって左脇開くからね、うんうんうん、これが。そうだから最初に何々やってませんかって言ったバーって言ったじゃない、うん、あの中にこう左脇もあったと思うんだけど、うん、その左脇ってすごく重要だから、うん、だからアプローチでも何でもいいのよ。こうやってやって、うん、左脇ずっと締めたまま肩回転でこうやって打って浮くんだったらもう浮かした方がいい、うん、これで浮かないから絶対。はい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 、はい、うん、これで浮くんだったらもう浮く人、うん、しょうがない。それでも対処法っていうか、その浮いてもいいの、仕方がない、いい、とにかく浮いても回転すればいいから。あ、浮きにならないから。浮きが勝つ動きって止まってるからね、こうやって。はいはいはい、こうやって、はい、これ回転してたら浮けないんだから、浮こうとしたって。そうだから
から回転大事ですよって言ってるの。だけど止めろって言うから。そっか、うん、回転すればね、思いっきり打ち込んでもなだらかになるから。そうそう、前に行くんだから。どっちもいいんだ。そう、浮く人も回転すればいいし、打ち込みすぎる人も回転すればいいんだ。そうなん、回転ってすごいね、大正義だね、うん、めちゃくちゃもう万能ですよ。そうだね、うん、本当に、それだけやっぱりこう上の回転度合いっていうのがやっぱ多い方がいい。回転違い前言ったよね、動画で多分言ったから、もう一回言うね、うん、回転しようとして左行くっていう人はこういう軸で動いてますよってことね。回転ってこうだからね、はいはい、縦軸で回転した人にご褒美がある、うん、そう、分かった、右肩突っ込むよっつってこうやってやる人はダメね。あ、 そもそも左行くから、そういうのがダメ。ちゃんと縦軸でこうやって回転、こうやってしてあげないとダメ、うん、これはもう絶対です。なんで今回は回転くるくる回転寿司、ごめんなさい最初なんだっけ、トーダウン、トーダ、今回はですね、本当トーダウンって本当すごく油断すると出ます。アプローチなんかでも出るし、パターでも出ます。めっちゃくちゃ大事なこと忘れてました。グリップ力変えないでください、フィニッシュまで。それだけでも浮かなくなります。アドレスからフィニッシュまでグリップ力を絶対変えない。これ絶対って言っても変わっちゃうんで、絶対の絶対ですそれを絶対気をつけてやってみてください。そうするとそれでも浮きづらくなるんで、お試しですね、ぜひ練習場でお願いいたします。で今回はですね、トーダウンしないでくれっていう動画を撮っていきました。これでしなくなると思いますので、ぜひ練習場でお試しください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。